青い秘密のテーピングテープ、スパイクのサイズ感が変わりにくいっていうのがいいです。それいいなっていうのはちょっとスパイクマイスター的な。はい、どうもこちらスパイクマイスターの小平です。今回はテーピングの極意やっていきたいと思います。サッカーにおいてのね、テーピングの重要性、そして巻き方の紹介とか、あとは種類の紹介っていうのをバシバシやっていきたいと思います。最近はこのね、青い秘密のテーピングテープ出てるらしいんで、この最新のテーピングテープも後ほど体感していきたいと思います。今回ですね、テーピングブランドの日番さんから、専属のアスレチックトレーナーの並木さんっていう方にちょっとお越しいただいてますんで、お呼びしたいと思います。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アスレチックトレーナーの並木です。よろしくお願いします。日番の、専属トレーナーとして、日番の、テーピングセミナーの方に、講師としてやらせていただいたり、まあ、過去には、はい、ワールドカップとかサッカーのワールドカップとかオリンピックとか、はい、年代ごとのワールドカップに帯同させてもらったりっていう。なるほどですね、はい、じゃあもう第一線で活躍されている、はい、もう、アスレチックトレーナーの方にちょっと今回お呼びさせていただきまして、テーピングの重要性、そして巻き方、はい、いろいろ種類っていうのを、ちょっと極意的に解説していただきたいなと思います。はい、はい、というわけで、こちらですね、日番さんにご用意させていただきました。めっちゃすげーですね。今回のまあ動画の趣旨としましてはですね、はいはい、強豪校とか、あとまあ J リーグの下部組織とかになると多分トレーナーさんがついてやってくれるっていうパターンも、まあ、増えてきてはいると思うんですけど、はい、やっぱなかなか専属のトレーナーがついてる高校とか、はい、やっぱ中学校とかってなかなか少ないっていうのが多分現状だと思いますんで、そういったトレーナーがいない中でもなんかこう自分でテーピング巻きたいなと思った時に、この動画がなんかすごい参考になればなんか嬉しいなと思うんですけど、はい、まあ、そこら辺をこうちょっと趣旨としてちょっと進めさせていただければなと思います、はいはい。まずはちょっと僕のなんか現状のスキルといいますか、はい、巻き方みたいなのをちょっと見ていただいて、はい、ここはちょっと巻き方あんまり良くないよとか、はい、ここは直していこうみたいな感じがもしあったら、はい、後でちょっとご指導していただければなと思っております。はい、はい、じゃあまず多分種類もこんだけなんかいっぱいあって、多分僕が今ちょっと右足、はい、まあ、捻挫気味なんですけど、はい、そういった時にも多分この中で一番適したやつが多分あると思うんですけど、はい、ここからね、ちょっといろいろテーピングテープ選んでいきたいと思うんですけど、馴染みっぽいやつちょっと見つけたんで、このテーピングテープでちょっと巻いていきたいと思います。はい、まあ、多分まず多分この体勢のとこからまず正解の体勢あるんですよ。そうですね、ありますね。でもまあいつもやってた感じでもうやっちゃいますね。はい、ちょっとうなずきいただきました、うん、並木さんの方から、はい、で一応なんか足首を捻挫した時の固定というか、なんかそういうイメージのやつです。はい、というわけで一応セルフで巻いてみたんですけど、はい、何の知識も入れない状態で、はい、並木さん的にこれ何点ですか？まず、はい、内側にひねる捻挫、いわゆる内反矯正って捻挫なんですけど、はい、その内側にこうひねる、こっち側に内側にこうひねる捻挫の巻き方と、はい、あとはこう逆にこっちを伸ばしてしまう捻挫と両方あるんですよね、年齢大きく分けると、はい、それによってテープの巻く方向が違うんですけど、ちなみに今どうしたくなかったんですか？どういうふうにひねりたくなかった？ですね、そこまで多分深く考えずにとにかくなんかこの固定するみたいな意味合いで僕巻いてたかもしれないです、はい、だから多分そうですね、だからそこまで多分深く考えてなかったです。まあ、見た目的には、はい、そのこれ8の字ってフィギュア8って言うんですけど、はい、それも綺麗にできてますし、あ、そうなんです。間違ってはないんで、はい、まあ70点か80点ぐらいは、あ、マジですか？見た目です。見た目、効果としては、はい、何を目的にしてるかがちょっとはっきりしてないので、あそこが曖昧ってことですね。そうですね。なるほどなるほど。はい、はい、というわけでちょっと
自分で何の知識もない状態で巻いてみたんですけど、はい、いかがでしたかね。巻き方自体は、はい、しっかりされてたので、はい、よかったんですけども、テーピング巻く際に、はい、大きく3つの注意点がありまして、はい、まず1つはテープをこう巻いた時に、はい、こうシワにならないようにすると。あ、結構シワになっちゃうんですけども、はい、こうシワになるとですね、そのシワのところが皮膚との摩擦で、はい、皮膚がちょっとこう少しめくれてしまったり、そういう皮膚のトラブルが。僕もそれなんか経験したことあります。ありますか。なんかこう豆といいますか、はい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 、水ぶくれになったりとか、はい、ありますあります。そういうことが起きないようにするっていうことと、はい、あともう一つはですね、正しい C って言いまして、はい、結局足首だったらこれ地面に立ってますから、うん、足首90度の状態じゃないですか、はい、そうするとこれ足も力入ってふくらはぎも緊張してるわけですね、はい、ですからテープ巻くときは必ず足首を90度にしてふくらはぎの筋肉を緊張させるっていうことがすごく重要です、はい、これを必ず守っていただくと、はい、であと3つ目としては、テープが正しい部分をちゃんと通っているかどうかというところが非常に重要で、そうしないとテーピングのちょっとこう固定力が落ちてしまう。そうですよね。なんか効力も減っちゃうというか、そうですね、あんまり正しく効力が発揮されなくなっちゃう感じですよね、はい、まあ、そこをしっかりやれば、はい、ある程度巻き方が少しずつ上手になれば非常にいいフィットした巻き方に変わっていくと思いますので、はい、なるほど。ちょっとそれマスターできるようにちょっと頑張りたいと思います、はい、そもそもテーピングの目的は3つあるそうです。1つ目は怪我の予防。あらかじめ怪我や障害の起きやすい部位にテーピングを行い、怪我・障害の発生を予防します。2つ目は再発防止。以前に怪我や障害を起こした部位は再発しやすくなっています。テーピングを行い、再び障害を起こさないようにします。3つ目は応急処置です。医療機関を受診するまでの応急処置として圧迫や固定目的でテーピングを行う場合もあります。そしてここからですね、ちょっと並木さんに教わりながら、はい、僕ちょっとセルフで巻いていく感じのことをちょっとやっていきたいと思います、はい、まず多分先ほど注意点でお話しさせていただいた、お話ししていただいた感じで、多分いろいろポイントあると思いますので、はい、ちょっとまずそこからちょっとお願いできます、はい、まず最初正しい、はい、姿勢というか C で巻くかということになるので、はい、まずつま先ここにちょっと乗せていただいて、はい、でまず足首がまずこう直角に保った状態で巻いてもらうと、はい、いうことになります。それでなるべくシワにならないように、はい、そうですね、結構難しいですよ。いやそうですね、はい、かなりでこれをずっとこう巻いていって、はい、少しずつずらしていく感じですね。そうですね、あんまり強くずらすとシワになっちゃうんで、はい、そうですね、これぐらいのイメージで、はい、このぐらいのイメージで、はい、まあ、上手ですね。で巻き上げて、で拳1個分の高さで、このもう一周ぐらいいきましょう、はいはい、でそこでもう一周同じとこ巻いちゃって、はい、一周このぐらいに戻ってきて、ここで切っちゃいます。少しこういう角度で上から下ですね、こういう角度、そうですね、はい、うん、それで一周ですか。一周で重ねたところで切ります、はい、でもう一周ちょっとこう下にずらして半分ぐらい、こんなはい、そうですね、はい、で一周して、でまた前で重なったところで切りますね、はい、で今度はですね、この内側くるぶしのっていうか、このかかとの真下に通ってほしいんで、このくらいのところから真下に、はい、でかかとを通してください、はい、はい、そうですね、こうです、はい、それでこの時結構強めに、まだ大丈夫です、まだ大丈夫ですか。このぐらいでこうかかとの真下通って、はい、一回長さここまで通って決めちゃってくる、はい、決めて一回切ります。あ、切るんですね、はい、切ってからグイッと引き上げてください、垂直に、おー、グッとグッと、ここ強めに、はい、強めです、もうかなり強く、はい、はは、はい、OK です。おー、そしたらですね、今度は前に、はい、こう3分の1ずらして、はい、ここで全部重ねてください。斜めの。斜め。はい、ずらしてちょ、かかとで真下で全部重なります。重なる。はい。後ろにずらします。前じゃなくて、ちょっと後ろに。後ろに、はい。よいしょ。そうですね。はい、で、じゃ今度は、この最初の1本目のテープに対して、後ろにずらして、ここに重ねてください。そしてまた長さを決めて、はい、今度は前の方に、前方、つま先寄りに、3分の1ぐらいずらして貼ってください。グイッと引っ張ります。はい、引き上げて、はい。はい。そうですね。よいしょ。いいですね。よいしょ。はい。はい、よ
はい、じゃあ今度はですね、テープ、この手で切れる伸縮テープに変えます。50ミリサイズ、はいはい、これを、フィギュア8というさっき言った8の字と、はい、あとかかとにかけるヒールドックというテープ あの巻き方をやりたいと思います、はい、まずですねフィギュア8は、はい、内反捻挫、内側にひねる捻挫に対して始めるときはこの外側のくるぶしのちょっと上からスタートします、うん、でそこから足の裏に斜め下に降りてきていただいて、はい、そうですね、もう少しもう少し上ですよ。でテープをちょっと引っ張り、やや引っ張りながら、はい、やや、はいはい、あ、いいですね。でそこから少し軽めでいいです、はい、ここから少し軽めで、はい、一周します。足首を一周して、はいはい、さらにそこから今度はこのアキレス腱を目標に通ってください。そしたら今度外側のかかとにかけます。かかとにかけて足の裏を通ってきます。で今度は前に出てきますね、はい、そのまま前に出てきて、はい、そこはそんなに強くなくてないです、ね、そしたらこのまま一周して、はい、またアキレス腱を通ります、はい、そしたら今度内側のかかとに向けてちょっともうちょい下の方がいいですかね、はい、このぐらいですね、はい、はい、でかかとを通ってまた前に出てきます、はい、でそこからあとはぐるぐる巻き上げてください。あ、上に上に上に巻き上げてください、はい、で一番上まで巻き上げちゃって、で最後手で切っちゃってくださいね。ここで立っていただいて、はい、きつくないかどうか。ははは、あ、いい、あの最初自分でやった時と比べたらもう雲泥の差、はいはいはい、かなりいい感じだと。シワもしょうがないですね。素晴らしいですね。慎重にやったので、いやすごいです、はい、はい、というわけでここからですね、最新のテーピングテープ使って、ちょっと並木さんの方にテーピングちょっとやっていただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、早速お願いしてよろしいですか。はい、はい、このテープは実はですねすごくこう薄い薄いですね。でテープ同士がくっつくという。お、なるほど、はい、皮膚にはくっつくっつかないです。ベタベタ ベタベタしないですよね。あ、そうそうですね、ですね、はい、で、あとは手では切れません。ハサミでしか切れない。ハサミでしか切れない、はい、で軽いので、はい、非常にフィット感があります。おー、はい、なるほど。じゃあサッカーしてても気にならないみたいな、はい、っていうことですね。はい、これをぜひちょっとセルフでやっていただいて。あ、セルフでやるんですか。はい、なるほど、いいですか、すいません、はい、了解です。で一周二周しますね、はい、でそこからフィギュア8いきます、はいはい、引き上げて、でもう一周ですね、はい、で一周してから、はい、今度ヒールロックいきますね、はい、そこからアキレス腱かかとですね、はい、でまた上がってきて一周してアキレス腱かかと、はい、もう一回いきます。また内側のかかっていきますね、はい、で今度上に上がってきて巻き上げていきます、はい、そしたら外側のくるぶしから、はいはい、
でフィギュア8ですね、はい、ちなみにフィギュアの8のフィギュアってどういう意味なんですか。形状っていうんですか、8の字の形状でフィギュア8。あ、そういう意味なんですか、はい、それで、はい、で一周します。一周して、そしてそこからヒルロックですね、はい、でまた前に出てきてヒルロック、で上に巻き上げていきますね。もう一周したら切ります、はい、意外にこれ左も内側入らないと思いますよ、はい、だからこっちですね、あんま入りづらいですね。あ、そうですね、はいはい、でこっちの方が動きやすいですよね、足首全然自由度、ああというかフィット感がやっぱ全然違います、ね、はい、はい、であとこっちの方がやっぱそのストレスがないというか、はいはいはい、はい、それはすごい感じますね。ですから小学生とか中学生とかやっぱテーピング初めて巻くとすごい違和感あるんですよ。あ、はい、だからこっちの方が本当はいいですけどね。うん、はい、なるほどなるほど。やっぱ違和感は全然ないな、うん、足首の感じもいい感じに固定はされてるんだけど動かしやすいみたいな感じ、ね、ダブルグリップのあれの時にあの感想なんですけど、薄いんであのスパイクのサイズ感が変わりにくいっていうのがいいです。結構テーピングって巻くと結構スパイクのサイズ感変わっちゃってスパイクがきつくなったりするんですけど、このダブルグリップだったら薄いんでそこが薄くて、あとテーピングのなんか巻く容量も従来よりも少なく済むじゃないですか。だからそれいいなっていうのはちょっとスパイクマイスター的には思いましたね、うん、はい、というわけで今日一日ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、本当並木さんに教わって、テーピングの、まあ、重要性とかそして巻き方っていうのも非常に詳しく教えていただいて、はい、すごい勉強になりました、はい、本当有意義な時間本当ありがとうございました、うん、そうですね、はい、繰り返しになりますけど、はい、もう本当シワにならないように、はい、で正しいあの C、まあ、形ですね、はい、それと、正しいポイントを通るっていうことをしっかり、やっていただければ安全にまたサッカーができるようになるんじゃないかなというふうに思います。いや、本当そうですね、はい、それでまた怪我予防そしてパフォーマンスアップにつなげていってほしいなと思います、はいはい、今回の動画をご覧いただいている皆さんも、日番のテーピングブランド、ね、バトルインシリーズもし気になった時には、まあ、お近くのドラッグストアとかあとスポーツ用品店でもあります、あの購入できるので、できますね、ぜひチェックしてみてほしいなと思います、はい、でそして今回の動画の中で伝えきれなかった部分、はい、あのテーピングのより詳しい巻き方とか、はい、まあ、テーピングについての詳細みたいなところは、概要欄のリンクからぜひチェックしてもらえればなと思いますので、ぜひそちらもあのチェックの方お願いいたしますということで、動画出演していただき本当ありがとうございました、はい、ありがとうございます、また何か機会がありましたらぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回のところでお会いしましょう。ありがとうございました。